えー、こんにちは。はじめまして。ヨネッチです。いろいろあって YouTube に動画を投稿することになりました。えー、自己紹介動画とか改めてまた上げようと思います。とりあえず始めてみましたので、えー、よろしくお願いします。えー、とりあえず始めてみるんですが、えー、最初何しようかなって思ったんですけれども、まあ漫画の自分の持っている漫画の紹介を、えー、ちょっとしていこうかなと思います。 はい。ということで、今回はこちらの漫画ですね。タイトル、ブザービーターという漫画の紹介をしていきます。バスケットボールが題材の漫画ですね。作者が、この井上武彦さんという、スラムダンクとか、あとは宮本武蔵を題材にしたバガボンドとか、 あとは車椅子バスケットを題材にした、えー、リアルとか、まあ、知る人ぞ知る、えー、漫画家さんですね、えー、井上武彦さん、えー、が描いた「ブザービーター」という漫画を紹介していきたいと思います、えー、全4巻ですね、えー、この2巻と、えー、すごいかっこいいですねこの青い髪の子が主人公なんですけれどもめちゃめちゃもう表紙からかっこいいっていう あ、これ4巻ですね。<laughs> 先に4巻を出しちゃったんですけど、これ4巻で、こ3巻の表紙が、こう、かっこよくてですね、こう、こうバスケットボールの選手の、えー、キャラクターがいっぱい書いてある、えー、3巻の表紙、僕一番好きなんですけれども、はい。えー、はい、ブザービーターという漫画です。はい。 えー、この漫画が始まったのが、えー、1996年という、えー、なんとですね、当時ではこう珍しいこうウェブコミックの形で連載されていたということなんですね、インターネット上で最初は連載していたと、はい、でその後、えー、月刊少年ジャンプに、えー、と同じものが、再録掲載という形で載ったらしいですね。 はい、でアニメ化もされてるんですが漫画の内容とこうちょっと違うのでこう漫画は漫画アニメはアニメでこう楽しめるのかなというふうに思います、はい、であらすじなんですけれども話は、えーううね、宇宙人もバスケットボールをするという,こう超未来のファンタジーな世界観なんですね、まあ、井上先生といえばこうリアルな世界観というか そういうイメージなんですけれどもなんとこの作品ではですね、あの宇宙人もバスケットボールにあのはまっているという、えー、設定なんですねで宇宙人といってもこの漫画の,あの世界の宇宙人はこうエイリアンとかプレデターとかのアメリカの映画に出てくるようなあの意思疎通がこうできなさそうな、えー、存在ではなくてですね、まあ、体は地球人と同じですねあの二足歩行であの違うところはこう頭に角生えてたりとか 体の色がこう緑色だったりとか地球人よりこう腕が長いとかそんなもんですかねあとはとにかくこう地球人よりもこう運動能力がこう抜群に優れているんですね、まあ、ここが本当に大きく地球人とこう違うところなんですね体格とか本当にその、えー、っとこう身体能力運動能力の全てが地球人より上という、えーまあ、ここが本当に物語の大きなポイントにもこうなるんですけれども まあ、そんないろんな星のなんかすごい宇宙人たちも、えー、バスケットボールにはまり今や全宇宙にバスケットボールが広まっているという、えー、世界観ですねでその中でこう宇宙リーグっていう、まあ、僕らの世界でいう多分 NBA に当たるところなんだと思うんですけれどもこう最高峰のこうバスケットリーグがあってですねであのー、でも宇宙リーグっていう ところで活躍している地球人選手は一人もいないという設定なんですね。宇宙人のやっぱりあの身体能力にこうついていけなくて、地球人は宇宙リーグにあの入ってる選手はいないわけですね。こう NBA と似てますよね。なんか日本人であの NBA ってなかなか難しいみたいな。今八村選手とかあのいますけど、やっぱりその昔はね、日本人には無理。 って言われてるような、えー、感じだったのかなと思うんですけれども、まあ,あのそういう、えー、世界観ですね、宇宙リーグっていうのが地球人にはちょっと無理でしょって言われてるようなところで、えー、そんな状況をこう打破するためにですね、あの日本日本人じゃねえな、地球人のですね、えー、大富豪の、えー、ある老人吉宗っていうおじいちゃんがですね、あの、えー、地球人だけの 最強チームを作ろうという風に。で、宇宙リーグにもう地球人として殴り込んでやろうと。もう地球人舐めんなよという感じで、えー、チームを作るんだと。で、地球最強のチームを作るために、えー、地球中からこう選手を世界中からですかね、えー、募集するわけですね。えー、その中に、えー、この主人公、この2巻の方が、顔が、 大きく書かれて、かっこよくね、書かれてるので、この主人公が、えー、いたわけですね。募集した選手の中にこの14歳のですね、えー、男の子なんですね、彼は。秀吉っていう青い髪の、えー、男の子が、えー、入ってくるんですけれども、えー、彼はですね、あの、えー、ストリートチルドレンっていう、まあ、あの、まあ、路上でこう生活することを余儀なくされてる、えー、少年なんですけれども、まあ、ストリートバスケットで、あのー、 えー、めちゃめちゃうまいっていう、えー、少年なんですけれども、えー、彼を中心にこの物語が始まっていくという、えー、お話なんですね。で、世界観はファンタジーなんですけれども、この赤身というかこう、バスケットボールの試合に関してはすごくリアルで、スピード感とか躍動感とかもう迫力満点のもう本当にこう実際の試合くらいこう見てて熱い気持ちにこなれる漫画ですね。こう あとはもう弱小っていうふうにこう地球人チームが言われてる中でこう宇宙人チーム相手にガンガンこう攻めていってこうリードし,ードしていくところなんかは見てて痛快というか気持ちいいですね。でそしてこうキャラクターたちもこうまた魅力的なんですね。応援したくなるというかこうめちゃめちゃかっこいいんですね。このいっぱいキャラクターが乗っているんですけれどもこう,こう地球人チームのこう中には これみんな地球人なんですけれども、あの、こう本当に魅力的な、個性的なキャラクターいっぱい出てきて、例えばこの、えー、一番上のこの金髪のこの、ひげの生えた、えー、選手なんかは、元相撲選手っていう。でも今はこうバスケットボールをしているっていう。で、女の子もこう、地球人チームにいるんですね。で、この女の子はもう、なんだろう、スリーポイントの天才みたいな、もうすごいスリーポイントが、 めちゃめちゃあのー、入るっていう女の子がこうチームの中にいたりとかあとはえっ、ー、とこの中には映ってないんですけれどもえっ、ー、となんか男と偽ってたけど実は女でしたっていうえっ、ー、とキャラクターとかもいたりしてこう魅力的なこうキャラクターたちがえー、いっぱい出てくるえー、漫画でもえー、ありますえー まあいろいろこう熱い言葉とかもこういっぱい出てきてですね。あの、なんか地球人にはこう宇宙リーグはこう無理だよねっていうふうに言われてる中でこう誰かがそんなもん嘘だと言ってやらなくちゃっていうふうなセリフが出てきたりとか、まあすごく熱いセリフもこうたくさんこう出てきてですね、え。ー めちゃめちゃ面白い漫画なんですね。で、キャラクターもこうみんなかっこよくて、この真ん中のこの選手、この帽子をかぶった選手ですね。彼はこのチームのエースなんですけれども、えー、名前がですね、あの DT っていう、あのアルファベットの大文字の D と T で、で、そあだ名なんですね、DT っていうのは。で、あの、なぜ DT っていうあだ名かっていうと、こう、ドリームタイムの略だと。 ドリームタイムのその頭文字、英語のですね、音って DT だと。で、彼とこうプレイした選手はみんなこう、うまくなれるみたいな。こう。で、この人の言うセリフとかもめちゃめちゃかっこいいわけですね。なんか、いい夢見させてやるぜって言いながらこう、プレイしたりとか。めちゃめちゃかっこいいんですね。そんな魅力的なキャラクターがいっぱい出てくる、えバスケットボール漫画。 えなんですけれどもこうやっぱ試合こうしていく中でもやっぱこう普通のこうバスケットと違うところっていうかあのこうなんだろう身長のめちゃめちゃ低い選手があのねものすごいジャンプしてダンクしたりとかこうありえない手の長さの選手が出てきたりとかあのなんだろうこうファンタジーのこうバスケットボールとしても楽しめますし普通の,そのねバスケットボールの試合としても楽しめる。 うん。あのー、すごく面白い作品で、熱い作品、ええー、になってますので、はい。ぜひですね、ええー、興味が、えー、ありましたら、ええー、このブザービータ、ごめんなさい、ちょっと見切れてるんですけど、はい。ええー、読んでみては、えー、いかがでしょうか。はい。ええー、拙い説明になってしまいましたが、ええー、漫画の紹介動画は、ええー、以上になります。 はい。おすすめですので、えー、ぜひ興味がありましたら、えー、買って、えー、読んでみてください。はい。以上です。